ちょっとまたもや紹介すべき点が出ました。病院に寄付をしたら増築されました。ついでなんで診察もしましょう、してもらいましょう。頭が痛いです。はい、金閣さんの注射のお時間です。痛いやつですね。そうすると先生がここに出てきてて、なんでこんな狭いところにあなたは。はい、困った。クラクラします。今できないんだけど、目のガーゼもらいました。それで増築した場所なんだけど、2階部分になってて、病室ができてるんだ。頭痛には眼帯、クラクラする人には眼帯。ここは病室です。各部屋仕切ってあります。目からくる頭痛なんだ。そう、結構深刻だと思うけど、それここはね、もう退院してるからちょっと誰もいないんだけど、ここはそんな飲み物飲んでて大丈夫？寝なくていいの？食材チックな奴らしかいない。あれ？君、ゲーム会社で働いてたよね？大丈夫？過労とかじゃないよね？ここはデラックスルームだから。ブラックな、そう。ついにちょっとね、無理がたたったかもしんない。オルゴールの向きなんでこうなってんだろう。まあいいや。ここが一番いい部屋だね。入院費がプラスで取られます。なぜ話しているの？労災降りるのが心配降りるといいね。これはまあ電話をかけるようやね。で、それぞれの場所についてる電話はナースコールだね。奥とかがナースコールになってて、まあ、ナースはここにいる場合もあるし、下にいる場合もあるね。これができたもの。というか、寄付できるって知らなくってさ、ってか、診察もしてもらえるって知らなくってさ、実は。最近慌ててやりました。エナドリみたいな色を飲んでたね。そんな見つかったらもう、ライオネル先生にすごい注意されちゃう。それでもう一個が、レストラン。なんだけど、これは2階に個室ができました。こちら、
話してるね。VIP だ。そう、 VIP です。ゴッホも飾ってあって、あの人は乾杯をしようとしてるかもしれない、ひょっとしたら。あ、全然こっち見てもらえないや。病室は仕切りたかったんだけど、個室はもう本当に一部屋でいいやと思って、うちの飛翔亭は。だからこうやってね、こじんまりした感じで作りました。これが最近施設で変わったことかな。他に変わったことといえば、まあでも何十件作ったねみたいな感じで、ちょいちょいとはお祝いしてるかな。ここで最近なんかな、ライブフェスがちょっと出会えてないけど、あ、でもなんか組んであるな、明日か。こっちは不定期っぽいんだよね。ライフセービングを学びて、魚釣り、バンドの練習、ゴージャスでセレブな暮らし、灯台がある別荘、スポーツ観戦したい。たまにいるのはそんな感じで、今回はちょっと別荘紹介をたまりにたまってきたので、またします。えらいたまりました。そうだな、人並みの暮らしから行くか。まずは普通にね、普通に行こう。チャウヤン様の別荘に到着したよ。本当に普通かな。めっちゃ普通の人並みの暮らしをしたいということなので、まあ片田舎的な感じで、ちょっとこうやっていこう。ありがとう。すっげえ蝶々いるの気になる。うわー怖い。よくある壁もらった。まあこんな感じが普通でしょう、大体。中はすごい質素に、あ、小麦を掘ろうとしていた。見て、全然ごちゃごちゃしてなくない。でパンダはまあ中国かってことで一応服ってつけといたんだけど、でも服ってつけた以外は基本的にはあの和室になってます。なんで亀がいるの。なんでだっけ。あ、怒ってる。すっぽん、これあれかな、カムカメの進化のさ、普通って人それぞれだから。多分あの外にさ池みたいなのあったでしょ、そこから釣り上げましたみたいな、そういうことだと思うよ。で裁縫箱があって、シンプルな服が置いてあって、アイロン台もあると。カミツキガメだけど中国だからって置いてそう。でテレビ見て、もうこれは本当に普通の暮らし。あ、決めポーズ撮ってる。
口開くとそういう感じなんだ。へえ。今ちょっと意外な一面を垣間見ることができたね。上行こう。なんか上があるらしい。これね、結構記憶にないレベルで古いから。あ。全部置いてる。正直ふやふやだよね全部置いてるわ。珍しく、あのトイレも洗面台も洗濯機も、あ、本当にあの人が暮らせるようにしてある。で、風呂あって子供部屋もある。たださ、あれ元素記号かな、飾ってあんの。もういないんだろうな。うるさすごいうるさい。これお風呂の水はどこへ流れていくんだろう気になるところだね、これは。で、ここにキッチンがあるんだ。ちゃんと麻婆豆腐にしてるし、これは特売品の魚だね。あ、本当に基本的なものを全部置いてる。電子レンジに炊飯器。ん？白米じゃない。まるで熊じゃないか酒だから冷蔵庫には張り紙がしてあって、多分買い物リストとかいろいろ特売のリストが書いてあるんじゃないかな。これはきっとそうだね。洗面台も使ってくれてる。え、また決めポーズしてた君。風呂はね、このよいしょってやないと通れないから、多分チャウヤン様は入れない、残念なことに。水足しちゃったけど、アイス食べだした。え、なんかその口見覚えある。何のイラストで見たことあるかな。ちょっと食ってくれ。ちょっと頼むよ。今だ。これ、あの口開いた時の状態、なんかで見覚えある。なんだろう、何の絵だ。え、ちょっと考えたけど分かんないから帰ろう。しかも最近見た気がするけどな。何でもありそうで無限だったあー、思い出せない。こういうの気になるね。でもなんかさ、数日後のさ、なんか2、3日してからさ、急にあの風呂とかで思い出したりするんだよね、こういうの。あ、眠そう。じゃあ行きましょう。次は人並みどころか、竜宮城へ行こう。タコリーナ様の竜宮城。ほんで風呂出る頃には忘れてるや。そうそうなんだよ。こちら竜宮城となっております。王朝の壁もらった、やった。シュノーケルで写真撮ってるけど溺れてるよ困り眉かわよタコリーナ様、あのここさ、本当は一般的にはこの打ち捨てられたヨットとかがあるんだけど、立ち入り禁止の区域なのね。でも雨の日にここでとあるまじないをすると、こいつが
登場します。そしてこちらが竜宮城となっております。稲荷推し、ほらこの辺はもう何もなくなった感じのね、ただ打ち捨てられた場所って感じがするけど、移動式竜宮城なんかが見えてない感じ。ねえ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 、これのことね、稲荷推しってこれなんだ、いやこれね、いや何かわかるんだよ、マイデザインなんですよマイデザインなんだよ。え、ここに何があって使ったの？あの、確かに、確かに上書きしてる。めちゃくちゃいろいろ上書きしてんだけど、まさかタコリーナ様の別荘で何かここに貼ったとは気づかず、上書きしてるわ。アーサラかなんか。そう、稲荷注意っていう風で、ほぼ完成した我が獅子塔に貼ったものが全面的に貼られましたが、まあ船なんで最悪よしとしよっか大変なことになってるわ、これ何だろうなってずっと思ってたけど、違法建築もあったなしさあ竜宮城へようこそ、選ばれし者だけが来られる竜宮城です。じゃーん、ぐるっといきますか、真ん中に位置してぐるっといきますか、この辺で。なんかいろいろ培養してるすごいまともだって言おうとしたら後ろで同族飼育してた。こんな感じ、こんな感じ、こんな感じでゆっくりあの竜宮城をご堪能ください。タコリーナ様座るとそうなるんだ、足はい。それでちょっとなんかここからあの天空へ転移できるから、まずこれワープゾーンね、どれが足、これ全部、ああの手以外、袖から出てるの以外が足、そう、あほら喜んでる、しまった、しまった、もういいわこいつは諦めるわいい口だった、クリオネがカパーしてた、怖いここはね仕方ない、あの犯罪者のコーナーだから、今ここに閉じ込められてるの、こいつらは犯罪者で、あの見せ物になってます。でこれはこれわかめスープですね、何かなって思ったけど、特有の曇らせ暗い要素ありがとうこれはね、あの和風の腰掛けなんだけど、デザインをこれにすることによってちょっと竜宮城っぽくなってくれたらなって思ってます。で、あの竜宮城に来た人はここで必ず、あの見えにくいけどね、ここに必ず立たなきゃいけない、ここにいる魚は何色に見えますかっていうのを問われて、で正しい色を答えることができたら、この天秤がこのまま、間違ったことを答えたら天秤が傾いて、
で傾いちゃったらここで返されるかこっちで処刑されるかどっちか裁こうとしてる審判を受けるのそうなんで切れてたんだろうねこの電気タコリーナ様やったっけ違ったっけうわーあでもあの我々は大丈夫ですこれ金色に見えるよね金色に見えるよね金色が正解ですでもねここにふさわしくない人には普通の色の鯉に見えるでまたいるわこれ何のつながりか知らんけどここにこの人がさばいてるのかもしれないなひょっとしたらさばくとさばくかけてるってことまな板の上の鯉だからねこれ確か品物の名前は金か青かみたいなドレスの話になりそうそうあの見え方ね深いアロワナかなこれこれ大丈夫だからねあのこれは処刑されたとかじゃなくて偉大な人の銅像みたいな感じで残されてるだけだからこれは大丈夫であのこの辺は敵と戦うために置いてあるだけだから無害な人には何もしない一応迎え撃つようになってる感じあこれシーラカンスかシーラカンス過去の偉大な人物です竜宮城の岐阜にも信長像が立ってますそんな感じでメシリフォームは大体先祖を骨か剥製で残すそうですそうですでここは姫のコーナーお姫様はここで生活してます。結構綺麗な感じだよね。竜宮城。天井にあの、つるもあるし、ドレープもあって、すごい綺麗な感じに仕上げましたね。え？あ、ワカメ置いてあるね、ここに。この汚いのワカメだよね多分タコリーナのポジションはタコリーナ姫姫ポジですゴボゴボ音がするじゃあそろそろあの息も続かなくなってきたので帰りましょうかタコリーナ様はずーっとこの明かりが好きなんだ姫様はモリティ来てる。あ、これはあれだよ。あの、地上の世界に憧れてるから。あ、出てきちゃった、地上に。今回衝撃なのはちょっとこちらの、あの、床なんですけど、もう仕方ないんでそのまま行きます。あ、やってるやってる。あ、カメラ回せない、今。あー、残念。今、あの、この動き。ああ、正面から、反対側からやってほしい。これね、一回だけね、ナタリー様がやってたんだけどね、この壺の前でね、傘が。あ、やめた。収まったわ、発作が。この壺の前に立つとね、ちょっとあの、人変わるんだよ。ちょっと怖かったんで行きましょうか。じゃあ次は、そうだな。魔法使いになりたいだとちょっと被りそうだから、とりあえず受験生応援しに行くか。発作がね、危ないから。一旦あの受験生を応援します。ガリガリ様の別荘に到着しました。そこにいると話せるかな。まあ、中で話すか。結構いい家に住んでんだよね。あ、これどうやっても座れんやつや。実はこのエリアの別荘は結構作ってるかな。うん、その中の一つっていう感じ。過去に紹介したのは一軒だけかもしれないな。全然勉強してない。ちょっと室内に入ろう。
替え玉受験の曇らせきたり全然そんなことないよ。あ、なえ、受験要素どこ行ったこれはただのリビングかな。ちょっとびっくりしちゃった。なんでこうなってんのか。これただのリビングだ。まあ受験シーズンってことで、時期としては年末、もうクリスマスだね。クリスマス頃、年が明けたらもう本当に受験職になるねっていう時期。まあ今がその時期なんだけどね。受験後の別荘で遊ぶ学生みたいになってる。ここではまだこの空間に降りてきたら勉強はしなくてもいいっていう状態になっている。というかこれが終わったらもうガリガリ勉強しなきゃいけないねっていうモードだね。あーどうしよう、本当にこの部屋記憶ないな。でも結構綺麗だね。これはちょっと待って、取れ。これはお母さんがアイロンがけをするときは、飽きちゃった、バランスボールに座ってちょっとダイエットしながらやってる。ここ好き、このソファーも好き。柄がこれはパターンを選ぶかなんかであった柄かな。綺麗だね。あ、家族写真もあるわ、テレビの横に。すっごいキートレイン見てるんだけど。これって目が横にもともとある感じのデザインの動物なのかな、それとも本当にキーケース死ぬほど見てる。どっちでもいいや。じゃあちょっと勉強エリア行こう。ガリガリ様の部屋。え、なんでなんでキャラメルの写真。今まっすぐ見てるからそういうこと。ああ、そうか、凝視してたんじゃ。勉強してないね。あ、ここに勉強の本があって、そこにも積み上げられてて、同じとこ受けるのかな？友達かな？恋人なのか憧れの人なのか。これがさ、写真がさ、マロン様だったら、キラキラ系の YouTuber だからさ、おしゃれな動画撮影スタジオやったっけ？なんでキャラメルにしたっけ？え、キャラメルの別荘作ったけどさ、普通のあの料理のあれだったよ。まあ紹介したよね。ボードにラは良くない良くない。ここにチーム羅針盤のラがついております。視聴者です。そう、リスナーだった。ここはまあ調べ物と、あとまあ貯金箱があるんだけど、この貯金は自分のしたいことのためになのかな。なんだったっけ。でも絶対考えたよ、何かしたいことまで考えた、絶対に。記憶にないけど。で、ここが制服で、これ何やってる、勉強してる、何見てる、これ。有識者わかる、なんかこれ何か。図鑑？緑と赤？うん、待てよ。今さ、今閉じた時さ、ファッションしかなんかじゃなかった？めっちゃ見てるわ。どうしよう。こんにちは。ファッション誌っぽかった。しまうの早かったね。ありがとう。あ、でも本当に勉強予想はこのここから縦に仕切った時の右半分しかないね。別に一応その机の横にも辞書の類は置いてある。ネタ？
勉強してないのごまかしてる。ダメだこいつは、もう行こう。全然勉強しない、どうしよう。もう替え玉じゃん。もう替え玉目指してるとしか思えんね。だってもう下はパーティーだもんね、完全に。一応親はね、そんな勉強しなさい勉強しなさいっていうタイプじゃないから、全然その本人の意思に任せてって感じなんだけど、テーマが頑張る受験生だよね。およそそうは見えません。何やってんの。行こう。あとはそうだな、何にしよっか。今回は憧れの空中庭園いきますか。勝利確認してる。まあ余裕の受験かもね。アンデス様の別荘に到着しました。こんにちは。山頂の壁をもらった。ロケットがある。あ、これで行くことも可能可能っていうか、まあ試みようとしてる感じで、奥のやつはもう使わないロケットで、これはその空中庭園を狙いを定めて様子を見てるおじいさん。イカロス的な曇らせか。あ、でここに燃えてるのは燃料。そう、旧型あれはもう使えないから横に置いてある。まあこれで出発した先がちょっとここということで、まあ皆さんほんと探して回ってるから、空中庭園ってたどり着けない人もいるんだけどさ、たどり着いたらどうなるかっていうのをお見せしましょう。まだたどり着いてない。まだです。これ空中庭園まであと中腹ぐらいの感じの場所だ。あ、ノリノリである。なんかいろんな遺跡があって、あ、これあ、寝ちゃった。そこのロケットは向かってる人だね。お見せしましょう。探査ロケットのさ、なんかもうあらゆる手段でみんなたどり着こうと必死なんだけど、ちょっとやっぱ卑怯だからさ、生き方とかっていうのは伝わってないんだよね。みんな探り探りで向かってる最中で、ここにいる人っていうのは中腹でキャンプしてる。ちょっとその日のうちにはたどり着けなかったから、一応ね方角としてはね、あっちで間違いないと思うんだよね。あっち骨あるよ。あ、バレた。これは多分まあたどり着けなかったのかもしれないね。まあ手ぐらいは合わせとこうか。白飯すぐ犠牲者出す。暗い要素ありがとうございます。で、ここの泉に入るとめちゃくちゃ危険だからね、ひょっとしたらこの人はさ、それを最後に伝えたくてこの看板を立てたのかもしれない。入っちゃったのかもしれないよ。ここに入るとね、光ゴケに侵食されて死ぬから、なんかこう一見、あ、空中庭園っていうのは噂で、実はこれが目的地だったんじゃないかって思う人もいるんだけど、間違えちゃいけない。それはこれはねトラップです。大変危険なものになっております。で、まだ山の中腹なので上に上がってみましょう。上がとうとう空中庭園です。両手話には喜ばせない飯。我々は無事空中庭園に着きました。あ、今入国審査受けてるね、アンデス様。我々は、ちょっと骨はつけなかった。
キャンプ中の人もつけなかったね。受け答えしてるわ。サイトシーイングって言わなきゃダメだよ。あ、大丈夫そう。結構綺麗じゃない。一応伝承では神々がここで暮らしていたとされているから、いろいろとなんかそれっぽい壺が置いてあったり、こうやって門番がいたり。ただし噴水を置いたせいで全く通れません。はい、そた。ユタはここにあったんだ。天空の城です。下は雲、うん、うっすらと、ほら、ちょっと兵士の前でアイスは良くないと思いますよ。そしてあれは天空のカニです。あ、そうです、カニもいます。天空にこのようにしてカニもいます。カニは一生懸命ろうそく持ってるね。アイス持ち込めないから今食べてるんだね。この位置で、あ、踊り出した。もう完全に現地民の、それさっきからよく踊ってない？ガイコスの話してる時も実は踊ってたの知ってるよ。っていうか、あの、そうなんよ、多分ここね通れないよこの人。かわいそうなことに別荘作ってあげたんだけど、ここがよいしょ系のこの通り方をしないといけないから、多分一生入国できません。アンデス様、片足ずつ入国してる。あれより先行けないよ多分。ほんと一生見てても行けないと思う。でもね、楽しそうでよかったよ。まあ、もうちょっと広いレイアウトでもって思ったんだけど、そんななんかあの大々的な広さにしてもなと思って、あの毎回実はあのマックスの広さにしてる別荘って少なめで、結構間取りを横長にするなりしてこう狭めに作ったりしてます。特に2階を狭くしたりしてるね。うなずいてるね。ほら、取れないでしょ。もう無理でしょ多分それ。まあでも噴水見るのも観光の一つだから。写真を撮るときはね、あのつまむアクションとかでつまめるんだけど、でちょっと最後に骸骨に手だけ合わせて帰りましょう。ナムナム。うん、あんまいいのないな。よし、先人を犠牲にして見ることしかできなかったか。ちょっと領域には入れなかった、残念ながら。さっきから結構あのなかなか大変な位置に入り込むね。これももう二度と出られないからね。なのでうちらはちょっと間違えた、立ち去ってあげないと自由になれないね彼女は。そうだなそうだな、次は何がいいかね。あ、そうだ、じゃあこれにしよっか。指導マーチ楽団。夢にもテーブルにもとらわれてる。うん、もうあのあれ動けない、身動き取れません。ありがとう。あ、嬉しい。ヨットです。これで遠征することもあり。ここでコアラのマーチってこと。あ、そう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 、なんかさ、サクって言うよね。うちの島の男性陣が全員マーチと仲良くなりたがってる。魅力的な方。
へえ、ロッテの回し物出た。そう、マーチさん、ただ一応別荘の依頼はあのお菓子になりたいとかじゃなくって、マーチ楽団がいいということで、ちょっと見てみましょう。楽器の種類が少なくてね、ちょっと無理があったわ、これが限界。指揮者なんかもこれの上に立ってくださいとしか言いようがない。他全部高級そうなのにこの足元よ。聞いてるね、あんなに頑張ってるのに。そして絶対指揮者踏み外すよねこれ。こんな感じですね。で、あのこの向きで置くんだったら、その奥のドレープはこっちだよね。普通。まああのレイアウト的にね、ちょっとあの見せ方重視ということで気にしないで置いてもらえるとありがたいんだけど、明らかに向きが真逆である。たった一人のオーケストラって放題の絵がありそう。加わる加わる。やめたの？一人ずつじゃないんだから。あ、ところでここにあの一応指揮棒置いてあるんでね。ほら。トムとジェリーで見た気がする。あれ指揮棒です。予備の指揮棒。ぶっ飛んだ時用ね。で、2階があの楽団の控室になってるんで、ちょっとそちらも覗いてみましょう。控室です。あそこにあるのマーチのロッカーだね。指揮棒とスティックは飛ばしてからが本番だからな。やっぱり2人しかいないんだそう。ちょっとまあ演奏者募集中ではあるかな。あのカツラは指揮者用だね。これ存在が曇らせてパターンもあるんだ。今日は練習日じゃないんだよ。そう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 、そうだよ。みんなヨットでどっか行ったんだよ、多分。あの、マーチさん別に、入ってきてくれてもいいんだけど、ここは入国審査はないよ。気に入らない？マーチは置いてけぼり。なんかちょっと、留守番してる。なんで動かないの？スペースあるのになんで？こんなことある？しかも何見てんの？気にならないふりしとこう、どっかで。マーチってこと？ちょっとその読み上げられないものやめて。嘘、なんで何も言わないの、あなた。いかがお過ごしですか？あなたのことだからもっといじりたいと思ってそうだね。今のこの部屋も気に入ってる。よかった。え？あくびしたよね。あ、入ってきた。あ、引き出したわ。多彩みたい。何でも弾けるみたい。忖度。そんな顔初めて見た。なんかすごい退屈そうにしてたわ。あ、でもほら、ノリノリに演奏ができて。
ちょっとトリッキーな弾き方してるね。あ、この鏡の裏側おしゃれだね。コンパス風になってるわ。じゃあちょっとまあ無事動いたんで帰りましょう。羅針盤に使おう。使いたいね。みんな帰ってくるといいね。飲み物をココナッツジュースから秒で入れ替えたんだけど気になる行動ばかりしてくれる。今何件紹介したっけ。あ、じゃあこれいきましょう。あのジャングルでかくれんぼ、皆さん、光ゴケのマットと苔玉を探してくださいね。隠れてるのは我々ではなく、あの人でもなく、主に苔玉なんで。光ゴケの森の壁ありがとう。これはやたらそのヨットが置いてあったりカメが置いてあったりつながりがあるんだけど、観光客が来てここで申し込みをするの、まあ無料体験なんだけどさ、ジャングルの。ジャングルでかくれんぼ、光ゴケが隠れてるから見つけてねの体験コーナーになってます。ここトイレ。ここは暇な時はここに座ってる。ハイドさん、曇らせ要素も探そう曇らせ要素はないね。で、あのこれ本当にジャングルの無料体験そうぜひ探してみて。このフロアにあるから、まあ、ワンフロアしかないけど。はい、どうぞ。一応あのまるで見えない状態にはなってないから、ポケ玉わからない人はちょっと画像を見てもらって。ドアにかかってたのが出られなかった人の骨だよ。帰れなくなった客の骨とかないの。骨探しじゃないんだよな、苔玉探しだよ苔玉探しと、あと光ゴケのマットを探す。360度回すとちょっとさすがにバレるので、途中であのこうやってぐるーっとやりながら止めます。動くなって言われたらちゃんと止まるから、それはそれであの鬱陶しかったら言ってください。リュウアンジリスペクト。ジャングルにパンダがいるの気になるこれはほぼ無差別にあの緑色のものを置いてるんで、若干画角も変えてってみる。ジャングルでスマホいじってる。虫は駆逐されたジャングル。鳴き声だけ。お、パンダいたね。え、写真撮った。暗めに作ったつもりだけど思ったより明るいな。バレないか心配してる。ニコニコで火見てるのかわいい
360度回しますね。回せるっけ？ちょっとでもスティック倒すのめっちゃ早くなっちゃう。あ、上からがいいんじゃない？かぼちゃのスープ視点頼む。あった？ありましたね。あー、我ながらこの回し方めっちゃうまいわ。めっちゃうまい。しかもなんか航空写真撮ってる感ある、すごい。はい、苔玉ですが今の画面の左下にあります。あそこね、到達できない可能性が高いから、ちょっとあそこまで行けな、うん、多分行けないね。これ、想像以上にいろんなものが置いてあって、通れないんだよね。で、光ゴケのラグに関しては、実はこのかぼちゃのスープの下に敷いてあるこちらです。光ゴケの敷物はこちらに、この、すべての辺からチミチミ出てるものが丸い敷物になってます。ずっと見切れさせてたやつ、そう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 、最初の辺は多分この辺から立っ、これここで立っててこうしてたと思うんだよね、大体こんな感じに。こうかな、葉っぱは見えるようにしてこうやってやるとバレちゃうから、あの葉っぱだけ見えるように視点ぐるぐるやってたね。うん、根元が見えないように。で、ラグに関しては普通気づかんだろうってことで適当にしといた。で、あらゆる緑のものを混ぜて、ちょっと今回は、このハイド様に対してというよりも、ちょっと別荘作りをね、見てくれる人にたまにはエンタメ形式を提供できないかと思って、このようにしてみました。すいません、別荘を、このような形で。活用させてもらって、そんな見比べなくてもいいじゃん別に。アーチとマイさんを、うん。で、特にあそこにパンダを置いたりとかデカめのものを置いたのはなるべくそっちに注目させるためだね。だからあそこはもう見たからいいやみたいな風にして、この位置ね、次見るときに別のところを注目してもらおうって感じで用意してみました。ワニ何もすることができない。もうこれアーチ見てるだけ。移動こんだけしかできないからね。この人もかわいそうなことに。無料体験だからね。仕方ないね。仕方ない。はい。以上、ジャングルで。なんけ。あ、ジャングルで苔玉かくれんぼのコーナーでした。なんやっけ。ちょっともうわからなくなった。苔玉のことしか意識してないから、ジャングルで無料体験、そう。じゃあね、次は、ちょっと別荘のところに出てきてくれた、過去にいた住民たちが、最近なんかポツポツと出てくれるようになったので、お別れをしたアップルさんのところに行きましょう。
無料体験のコーナーじゃなかった違う隠れんぼでした。あ、いた。アップルです。久しぶりだ。でも記憶消されてんだよ。なんで来たっぴ見て、口癖まで戻されてしまいました。あ、リンゴのカーペットじゃないんだ。どうもありがとう。ヒュルンになりました。完全にあの戻されし者です。すべての記憶をヒュルン、リンゴで満たされたいっていうことだったので、ちょっとリンゴ系のお店を開いてもらおうかなと思いました。主にこんなものを売ってます。行ってみよう。今首取れそうになってたけど、アップル。いらっしゃいませ。あー、手入れしてる。がっつりリンゴ屋さんです。もうリンゴ製品なら基本的には全て扱ってます。これが人気ナンバーワン。なんだっけ、アップルパイと、なんだっけ何これ、何かのスコーンです。あ、眠そうにしてる。で、こちらが店主のおすすめリンゴジャム。浮きと傘でちゃんと切った後になってるように見えたあ、そう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 。で、これは、あ、わかった。これね、ただのカップケーキで、このリンゴジャムを塗ってお楽しみくださいってことで、普通の状態で置いてあるね。あえてこれ、何カップケーキでもない。ただのカップケーキ。で、リンゴのタルトに、フルーツのクッキー、リンゴのクッキーか。に、リンゴのゼリーがあって、で、ここの店でも売ってるよってことで、あのタヌキ2匹が、いる。取り扱ってます。取り扱い店です。店主の写真もあって、で、リンゴ関係の最近は洋服とかもグッズも作るようになりました。というようなお店。で、これは待ってもらってる間に丸かじり用のリンゴが置いてあるね。注文して包んでもらってる時にここで待ってる。それで2階がアップルのお部屋。リラックスしている。実はアップルがうちの島にいた時は部屋の中この BGM になってたから、ちょっとこれに勝てながらさせてもらいました。でね、アイドルになりたいってよく話してたからさ、ここアイドル練習ができるように鏡の前で歌を歌うんだ。ちゃんと島で言われたアイドル練習のことも残して、要素を残してここに建てられています。プレイヤーがアップルよりアップルな見た目してんな。これリンゴ感ある、私ありますかね。眠そうだよ寝てくれても、あー、ベッドがないまああくまで店舗の上のエリアということでね。おしゃれがうんぬんっていう話もよくしてた記憶があるから、アクセサリースタンドもあるしコスメもあるし、まあでもくどすぎにもならずにいい感じに茶色と赤でまとまったんじゃないかなと思っております。あ、ここに置いてあるリンゴはね、ちょっと悪くなっちゃったリンゴだから、そういう時は自分で引き取るね、アップルは。で、そこの紙袋はなんかあげるやつ
で、ティッシュケースはお母さんからもらったもの。ノベルティそう、ノベルティです。各地方のリンゴくれそう嬉しいね、それは。で、あの今すごく、作者名残惜しい気持ちになって滞在してますけど、ちょ、平等に行こう、去りましょう。以上です。何かしようとしてた気になる。青りんご派との確執がないの。いや、本当は青りんご置きたかったんだよ。で、試しに梨でも置いてみるかって思ったら、どう見ても梨だったからちょっと置けなかったね。ちなみに私、青りんご派です。お邪魔しました。けいれ青りんご派はここにはいてはいけません。